はい、今回の動画は Windows 11で Windows アップデートの更新プログラムを削除する手順をご紹介します。で、Windows アップデートで更新がかかったんだけども、どうもですね、パソコンの動きが悪くなったりだとか、アプリが使えなくなってしまったりだとかっていったケースの場合に、 Windows 11では過去のですね、更新プログラムっていうのを一つ一つチェックして手動で削除することができます。それでは早速その手順ですけども、まずは設定の画面を開きますんで、Windows キーを押したままアルファベットの I を押してもらって、設定の画面を開きます。で、次にこの左側のですね、Windows アップデートというところをクリックをしてください。はい、次にこの中の更新の履歴という項目のところをクリックします。はい、そうするとまずこちらにですね、更新の履歴が表示されるんですけども、こちらの画面を少し下に下がってもらうと、この関連設定というところにこの更新プログラムをアンインストールするという項目がありますので、こちらをクリックをしてください。はい、そうするとこのインストールされた更新プログラムというウィンドウが開いて、ここにですね、過去の更新プログラムの履歴が表示されてますので、この削除したいプログラムのところをね、選択をした状態でこのアンインストールというところですね、こちらをクリックをして、あと最後にですね、パソコンを再起動することによって更新プログラムを手動でアンインストール削除することができます。なので Windows アップデートをしたことによってどうもね、不具合が出るなといった場合はですね、こちらから削除してもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。